こんにちは、マリンです。はい、ということで今日は久しぶりにお姉ちゃんと合流してお出かけするので、1日 Vlog みたいな感じで回していきたいなって思っています。ぜひぜひ最後まで見ていってください。それでは今日の香りはじゃん、こちらつけていきます。タンバリンズに行くのでタンバリンズの香水この香りです。めっちゃいい香り、めっちゃ可愛い。うん、これ夏にぴったりな香水、お気に入りの香水。最近のインスタで載せたコストコに行った時のこのコーデ、お姉ちゃんに褒められたので、トップスが違うバージョンで今日は行きたいと思います。行ってきます。ちゃーん、ピザ届きました。ちょっと食べちゃった遅かった。美味しいね。でも美味しい。ゆっくり食べてきます。ごちそうさまでした。帰ってきました。暑かったので帰ってきちゃいました。作っていきたいと思います。いっぱい入ってる中に、楽しみ。ピザ食べてる時から作ってなかった。この中にいっぱい宝石たちが入っています。こちらゲットしました。それでは作っていきます。まずじゃーん、今回水色とピンクのミラーそれぞれで作っていきたいと思います。これにこんな感じでいろいろとつけていきます。ハートだったり、あとめっちゃ可愛いの鍵とか、これ一番お気に入り、ハートのチャームです。これもこんな感じでつけていきたいと思います。どうやって組んでいくかは気分次第ということで、頑張ります。よし、頑張る。ピンク系をこっちに置く。こんなのとか、これも多分こっち、これめっちゃお気に入り、パンですね、かわいい。これに、あ、名前入れよう。これにじゃあ N から入れていこう。周り、うん、N めっちゃとんがってる、気をつけないと。あ、かわいい、確かにそれ先だわこれ後でよろしかったよ。じゃじゃーんでこれ押さえる何かがないとじゃ、とりあえずこれね、うん、マリン作っていきます。まず水色の方、お気に入りなので水色作っていきます。こういうの使うんだったら最初に使わなきゃだから、よく考えた方がいい。あ、そっか、これつけてもよかったかななんて今ちょっと思ったりして。確かにそれつけたら可愛い。じゃあそれしようと、なんか妹あるあるな気がするお姉ちゃんの真似すぐするそれいいなってなるとね、絶対真似する。姉ちゃんの失敗をうまく生きていけるんだ。ちょっと確かに余裕があった方がいい。え、めっちゃ可愛い。確かに可愛い。ちょっと待って、見せて見て見て、めっちゃ可愛い。これやりたい。これ可愛い。でもここにつなげるの可愛い。なんかこうやってさ、くっつけてるのも可愛かった。なんか長さがあった方が可愛い気がするんですよ。で、そのためのボールチェーン、めっちゃ楽しいね。
こうしたい、ああしたいってのは考えてなかった。あー失敗だー意外とこれ使うね重要な役割。これミニとかあってもいいけど、ね、あー確かにどうやってくっつけたらいいか分かんなくなっちゃった。どうしよう、どうしよう。これをどうするって決めたの。これは もはやこれなんかジャラジャラさせたいんですよ。結構難しい。頭の中でみんな作ってたのかな。でもみんな悩んでたよ。みんな悩んでた、悩んではいた。ねえねえねえ、センスなさすぎない？それセンスないね。そう、全部ちゃんも可愛いのにくっつかない、くっつかない。だからやっぱちゃんとあそこで厳選して選ばないといけない。確かに、もうこれはここみたいに、これはここにくっつけてみたいなの考えなきゃ。もうつけて外してを繰り返すしかないから。確かに、見てこれ可愛くない？うん、可愛い可愛い。これここにあったら可愛い。可愛いね、ここにしよう。ちょっと爪がネイルいくからさなんかこういうジャラジャラ系のチャームめっちゃ欲しくてやってみたかったの。じゃーん、ね、可愛い？見て、なんか可愛くない？色は良くないんだよ。あ、これ早くつけないと。これパン、ちょっとつけ方難しい。パン、でもパン下にあるの可愛いんだけど、下にどうやって持っていけばいいんだ。よっ、大丈夫何？見えた、こうしようって。あ、見えた、ねえ、来ちゃった。あ、可愛い。さりげない M、 ちょっと M さりげない M で、ここにパンを吊るす。あー、なるほどね。え、ここさ、やっぱ鍵とかの方が可愛いか、これの方が。これだね。あ、そうだね、そうだね。え、めっちゃハートいっぱいでめっちゃ可愛い。パン、パパン、あ、そうだ、パン全然違うの方に移行してる。ピンクの方の方に移行してる。パン難しいね。パン可愛いよね。これに一目惚れしたんだよね。できた。これめっちゃ可愛いと思う。可愛い。可愛い。それ正解。上手。やばいやばいやばい。パンいい位置になる。パンいい位置それ。これも大好きなんだよね。作ったりするの好き。じゃじゃーん。いいんじゃない？かわいい、うん、これでいいかも。これで完成でいいかも。これ欲しくなっちゃうよ。なっちゃうもはやおもちゃっぽい感じで昔の心を揺さぶられる。どう？うん、あ、かわいいかわいい。じゃーん、めっちゃかわいい。でももはやなんかごっちゃごちゃあ、かわいい。ちょっと待ってね、方がいいと思う。確かに鏡が一番後ろ、後ろでもいい。鍵が若干気になる。うん、名前あんま見られたらほら防犯上そっか良くないからこれ超可愛い。てかお姉ちゃんのってセットみたいじゃない？見て、一箇所にピンク入ってるのと一箇所に水色入ってる。お揃いって感じ。お揃い。これ1600円でいい。あーやーやー、一緒にやってる方もすごい面白い方だったから。そうだね。パン見て美味しそうって言ってて可愛らしい。わかりますね、わかります。隣で言っちゃった。え、可愛い。見て、ハートにつけてた方がさ外しやすい。外しやすい。見て、可愛い、超可愛い。裏側に大きい鍵つけました。これもっと欲しい。これから作る。これ10個ぐらい欲しい。それもありすぎじゃーん、姉ちゃんも作ってくれました。かわいい、かわいい。これめっちゃかわいいじゃん。めっちゃかわいいんだけど。こんな感じ。かわいい。じゃーん、できました。お姉ちゃんのと私の2つ。かわいい。結果的にはめちゃくちゃうまくできました。腰につけても可愛い。超可愛くできました。ということで今日は久しぶりに外にお買い物行ったんですけど、お姉ちゃんと暑すぎて一瞬でお家にほとんどどこも行かずに帰ってきちゃったんですけど、作りたかったキーチャームも作れたのでめちゃくちゃ良かったです。楽しかった。ということで、まだやってるかな。まだ多分やってると思うので
気になった方はぜひ早めに、チャームを終わり次第手に書いてあったので、ぜひぜひやってみてください。ということで、今日の動画も最後まで見てくださってありがとうございました。 Vlog というかほぼほぼタンバリンズだったんですけど、この動画が良かったなと思ってくださった方、また私の Vlog だったりいろいろ見たいなって思ってくださった方は、グッドボタンとチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイお姉ちゃんとお届けしました。